結界師は、田辺イエローによる日本の漫画作品である。週刊少年サンデー2003年47号から2011年19号まで連載された。結界師である主人公が夜の学校舞台に結界術を使い妖怪を退治していく物語。2006年度小学館漫画賞少年向け部門受賞。2020年6月時点で、 シリーズ累計発行部数は1700万部を突破している。400年続くあやかし退治の専門家、結界氏一族の家に正当継承者として生まれた、住村義森。隣に住む雪村ジオンも、義森と同じ結界氏だが、両家は、犬猿の中。義森とジオンが守っているのはあやかしを呼び寄せ、その力を高めてしまうカラス森の地。二人は夜になると、 結界術を使い、カラス森の地に立つ私立カラス森学園に集まってくる、あやかしを退治している。吉森はかつて自らの失策により、ジオンが、あやかしの攻撃から自分をかばい大怪我を負ってしまった、ことを後悔し、二度とジオンや、自分の周りの人々が傷つかないようにするため、強くなることを心に誓うのであった。やがて、吉森とジオンは、あやかし県のマダラオの旧友。 鋼夜との戦い、夜行に所属する少年、志差し予言との出会いとあやかしの組織、黒ボールとの対決、吉森の兄、住村正森との葛藤、人の心を喰らう魔物、横島練に対して、風魔氏、金剛武氏と共闘、戦闘用のあやかし、黒兜との死闘、など様々な出来事を通して成長していく。そんな中、カラス森に現れた巫女。 先によってある予言がもたらされる。恐れよ、地の臭い、まといし災いの神、この地に迷う林。今、裏界を中心に何かが起きようとしていた。空間支配術とも呼ばれ、使用者を結界師と呼ぶ。支配した空間を結界と呼ぶことから結界術と呼ばれる。通常、吉森たちが使っているのは、丸う結界術だが、丸う結界術は、 結界術の一部を分かりやすく、まとめたものであり神の領域干渉、絶界などといったそれ以外の結界術も存在する。なお、道具を使えば、結界を張れる術者はたくさんいるが、墨村、雪村のように、空間の理を変化させたり、位置から空間を作り出したりできる術者は稀だという。風魔術とは釘を用いる、封印の術。主に風術と浜術の二つからなる。 使用者を風魔しと呼ぶ。封印の釘と呼ばれる巨大な釘を魔物に打ち込み、その魔物をひざまずかせ、主従関係を結ぶ。だが、諸刃の剣で心を強く持たないと逆に自分が食われることがある。強いあやかしに対しては、釘で封印しながら消耗させ、滅することもある模様。本来は、滅却を目的とした術はしないようだが、国鉄は、金剛が、 横島練りに襲われた時、金剛の周りに6本の釘を打ち込み結界のようなものを張り、横島練りの攻撃を防いだ。他にも、金剛の初登場シーンでは、普通の大きさの釘で方向を調べるようなことをしていた。その名の通り、自身や樹具の呪力を用いて、まじないを行う術者。その長所は、術のシステムが身についていれば無限に応用が効く点と、樹具など、 自分以外から力を持ってくることができる。すなわち状況によっては無限大のパワーとスタミナがある点である。だが短所として、術の準備に時間がかかるため瞬時の対応に弱いという弱点がある。なお通常の異能と異なり、呪力を持つ人間であれば、程度の差はあれど学べば誰でも習得できる。呪力によって特定の自然物、自然現象を操る能力者。 稀に呪力ではなく、術者の存在によって支配する、真の自然支配系能力者が存在し、支配対象さえあれば、無関係に操ることができる。カラス森とはかつて、間時守るがうろ様より譲り受けた土地。小一宮で、特別重要保護地である。あやかしを呼び寄せ短時間で強くする力を持った。 不思議な土地ゆえに昔から仙人の結界師一族により管理されてきた。なぜか結界師の正統継承者はこの地では滅多に死なないと言われ、あやかしやあやかしまじりなどは、カラス森で死を受け入れる年が加速する。心差しおげんや、鋼夜などがその例である。伝説や言い伝えが数多く存在するが、辻褄の合わないことも多く。 謎の多い土地と言われていたが黒兜の一件、夜行のまじない藩が中心に仕掛けられたマーキングを外そうとした一件により、カラス森が意志を持っていることが判明した。その意志はカラス森にいるのが飽きてきたために外に出たがっていたが、吉森からもっと面白い場所を用意してやると言われ、落ち着いた。善悪の区別がなく面白いものを好むわがままな性格である。奥久し山によれば、 カラス森の力と呼ばれるものは、親友地のものではなく、生きた人間が元となっており、かつて、間時守るが、カラス森にこの世をひっくり返すほどの力を蓄えた、魂いくら持ちの人間を封じたが、完全ではなかったために住村と雪村を見張り役としてつけたのが、カラス森の結界史の始まりであるという。住村守るよしこにより漢字守るが、 カラス森の地下に設置した城の姿をした結界が地上に出現した。その中の遺体には中心丸という名の用事が封じられていた。中心丸は守るし子が持ってきた玉の中に封じられ、ついに城の外へ連れ出された。その瞬間に城が消滅、さらにカラス森の外に出た瞬間、学校の校舎が倒壊した。親友地とは霊山などと言われている場所。 親友地によっては、親友地の力を守護するための一族が存在する。親友地はその力の大きさによって大まかに上から、順に、大宮、中宮の、小宮と三つに分けられ、その中でさらに力の大きさの順に、一宮、二宮、三宮と分けられている大二宮、大三宮、中一宮、中二宮、中三宮、小一宮、小二宮、小三,三宮となる。 その中でも他の親友地に影響を与えるほどの強力な親友地や他に類を見ない特徴を持つ親友地は裏界から特別重要保護地として認定を受けている。親友地は結界師のような空間支配系能力者によって主の眠る異界への扉を開いて主を引きずり出しその親友地に秘められた絶大な力を受け止められる存在を代わりの主として添えることで 親友地を奪い取ることイコール親友地狩りが可能。ただし、親友地の絶大な力を扱うのは、最高位のあやかしですら、非常に困難であり、確実な代わりの主としては、力を無尽蔵に蓄えられる、魂蔵持ちが必要不可欠となる。的と守る過去これを利用して、うろ様から譲られた土地に魂蔵持、ちイコール中心丸を、主として添えることで、 カラス森を作り出した。光を嫌い、夜を好む異形の者たち。様々な種類がある。基本的に、土地神人型、鳥獣型、虫型、植物型の順に格が高いほか、年を重ねるほど格が高い。そのため、若い人型と弱いを経た植物型とでは植物型が、序列を覆いし、格上となるケースがある。鬼などの種類もいる。他にも横島ネリなど、 分類不能のものもいる。ものが変化することもある。ある程度知能があるあやかしは人に化けることも可能。自分の欲望に忠実なため、群れることは稀、人があやかしになることもある。個々のあやかしの詳細については、結界史の登場人物黒ボールを及びあやかしを参照。2003年1月25日に刊行された、週刊少年サンデー彫像刊号に掲載された。 結界死指南の書及び短編集、フェイク、結界死完全版の17巻に収録されている。あらすじかつて、カラスモリ家に仕えていた一族は、カラスモリ家の霊や鬼などを引きつける体質ゆえに、カラスモリ家を結界で守って、寄ってくる怪しげなものを排除する、裏守ると呼ばれる職についていた。現在は、カラスモリ家は存在しないものの今だ。 カラス森の力は残っているので、浦上の一族の子孫である田中義森は夜中、カラス森高等学校にて、怪しげなものを排除するために活動するのだった。登場人物連載版との相違点2003年4月23日発売の、週刊少年サンデーに掲載された。基本的な設定は連載版と同じ。クラブサンデーで2009年7月14日まで掲載された。 35巻限定版付属、別ずり結界史図及び、結界史完全版の18巻に収録されている。登場人物連載版との相違点いずれも不定期に行われる。大阪環状線で運行された結界史のテレビアニメーション開始を PR するラッピング電車天王寺駅で、テレビアニメが2006年10月16日から2008年2月まで、読売テレビ制作で放送。 当初は日本テレビ系列29局全国ネットで放送していたが、全国規模での放送は2007年9月10日をもって終了し、以降は深夜枠となりネット局も縮小した。ありがとうございます。